あのプロジェクトならうまく処理したと思うわ。氷の星で請求列車に人情を生んで、部門にとってはいい商売だった。久しぶりね、エレーナちゃん。ずっと一緒に仕事したかったの。それがこんなに早く叶うなんて。何かトラブル？何でも言って。昔のようにね。乾杯。おお。あんな決定を下せるとは、あの小鳥も兄に負けていませんな。でもアシゲちゃん、誰か忘れてない？この船に爆弾仕掛けたんだ。ちょっと開けてごらん。請求列車と性格ハンターは光と影、異なる道を行き絡み合い、一緒に進んで成長する。終わりが決まっていても、それは今じゃない。火に向かって飛ぶホタルのように人生は短い。だからもし答えが出てるなら、絶対に悔いを残さないで。私たちにはその権利があるでしょ。私たちはそれぞれの目的を持ってここに来て、思わぬ方法でそれを実現した。その結末が甘美であれ、幻であれ、苦い現実的なものであれ、それは私たちが望んだ答え。人はなぜ眠ることを選ぶのか。私はね、君の言う通り、いずれ夢から覚めるためだと思う。